アイススラッシュ！ふっ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 ！耐えられるか？逃がしはしない！どんなもんだい！よし、手に入れたぞ。肩慣らしにはちょうどいい。逃がしはしないぞ。当たれ。さあ、先を急ごう。喜びそうだな。アナグマが喜びそうだな。おこう。掘り出し物がある。おお。この辺りで少し休もうか。よし、行こう。
面倒なやめてもらうよ。片付けてやろう。また一つ経験を積めたようだ。掘り出し物が悪くないな。もらっておこう。さあ、先を急ごう。掘り出し物があって、何が入っている？これは、やっ、はっ、もらっておこう。やっ、どうだ？ありがたい。この辺りで少し休もうか。さあ、行こうか。やっ、ありがたい。力を借りるぞ。おお、アナグマが喜びそうだ。いただいておこう。アナグマが喜びそうだな。よし、行こう。喜びそうだな。やっ、はっ、掘り出し物が悪くないな。やっ、はっ、はっ、
花熊が喜びそうだな。溢れてくるな。やっ、はっ、頼む、はっ、やっ、私と戦うにはまだ早かったようだな。どうなるか分からない。くっ、ウンディネ、スマッシュ、ウンディネ、耐えられるか。まだまだいいぞ。どうぞ行くぞ。私の力十二分に味わってくれたかな。よし、手に入れたぞ。よし、行こう。アナグマが喜びそうだな。
ここがギッド。すっかり廃村ですわね。この様子だと残っている人は期待できないだろうな。一体どうしてこんなことに。土の巫女が選ばれなかったからという話は伝え聞いていますわ。なんかここ嫌な感じやわ。幽霊でも出そうな雰囲気やね。人はいなくてもノームはいるかもしれない。諦めずに探してみよう。村の人かノームを探してみよう。なりそめ、村にいるかな。もらうよ。誰かいるな。生存者か。幽霊じゃあらへんよね。ワッツ、はあ、びっくりしたな。行商人か、それともお宝目当ての盗っ人か。いやいや、よく見たら巫女の一行だべ。どうして滅んだギットに来てんだ。僕たち土の大精霊ノームに会いに来たんだ。ほうほう、ノーム様に。何やら事情がありそうだべ。おっと、自己紹介がまだだっけ。オラの名前はワッツ、はぐれ者のガイア族だべ。はぐれ者。ギットに他の村人はいらっしゃらないのですか。そうだ、ライザネーは死んでないって。オーリンが。ライザネーはギットにいますか。そんなら東の高台に行ってみるといいべ。ノームを探すついでだ。高台へ行ってみよう。東の高台、村を迂回していけばいいのか。よし、向かおう。少し休憩しよう。よし、もらうよ。貴重なものかも。
役立たせてもらうよ。もらうよ。愛さねえ、石になってる。愛さねえ、なんでこんなことに。これのどこが無事なんだよ。僕、魂の守り人になったんだよ。ヒナも火の巫女に選ばれて、みんなと旅をして、いろいろあったけど、ライザネーの言葉を支えにここまで来たのに、どうしてライザネーが。土は腐り、命あるものは石となる。それがギットに起きた災いだべ。4年前、土の巫女に選ばれたライザは、森人が迎えに来る前に村から逃げ出そうとしたそうだ。逃げ出そうとした。ああ、旦那のオーリンと二人で。そのせいで村人の多くはゴーレムになり、ライザは石になり。嘘だ、ライザネーが逃げるなんて。だってライザネーは魂の守り人だったんだ。誰よりも巫女のお役目を分かっている。お役目だったりしきたりだったり、この世界には守らなければならないことが多いべ。ガイア族も古いしきたりを大事にする一族だべさ。逆に言えば前例がないものを避けたがるもんだ。だからよその村から来たライザとオーリンの仲をなかなか認められない時期があった。ライザね。あの時もオーリンは村を出ようとしたべ。でもライザがそれを止めたらしい。オーリンは村の祭りで使う土器を作る職人だった。ライザは祭りが好きだからそれを捨てないでほしかった。そういえばフェアリーを呼ぶティアナのお祭りもライザ姉は誰より楽しんでたな。だから二人はライザが村に認められるようにいろいろと頑張ったみたいだべ。ライザはギットの誰よりも土に詳しくなった。一目置かれる存在になって二人の結婚が認められた。そしてライザ姉が土の巫女に選ばれた。そうだべ。ギットに暮らす誰よりも土を愛してくれたんだ。巫女に選ばれたライザを皆も誇らしく思ったべ。結局二人は村よりお互いを選んだってことだ。それまでの努力を投げ出すなんてよっぽどのことだべさ。オーリンとライザ姉にそんなことが。わざわざノーム様に会いにギッドに来たってことはおめえらにも大事な事情があるんだろう。この村に戻ってしばらく経つけどノーム様は見てないべ。ここにいないならガムランダ鉱山にいるかもしれねえだ。ガムランダ鉱山。ギットから砂漠を北西に行ったところにある鉱山だべ。あそこは魔物が出るようになってオラも長らく行ってねえ。オラは自警団見習いを3日で逃げ出すくらい戦いが苦手だべ。手伝えねえ代わりにこいつを譲ってやろう。精霊機ノームスコップだ。人がいなくなったギットに唯一残されていたものだべ。こいつがノーム様とおめえらの縁をつないでくれるといいな。ありがとうございます。必ずノームを見つけてみせます。
ノーム様が見つかれば、ひょっとしたらライザも戻るかもしれねえからな。何も探しに行こう。こんなところで立ち止まれない。ああ。